繰り返し繰り返し行われる自衛官の訓練。時に厳しく過酷にさえ見える訓練に自衛官たちは一心不乱に打ち込んでいます。これは自衛官にとってごく日常の風景。なぜ、何を目的に、彼らは、そして彼女たちは訓練を繰り返すのでしょう。一般に自衛隊に対する国民のイメージはどのようなものなのでしょう。平成9年に総理府が行った自衛隊防衛問題に関する世論調査から探ってみましょう。はじめは自衛隊や防衛問題への関心についてです。関心があると答えた人は 57%、 関心がないと答えた人の数はおよそ 42% で、関心があると答えた人の数が上回っています。関心があると答えた人にその理由を聞いてみると、最も多い理由は災害援助活動などで国民生活に密接な関わりを持つからで、およそ 36% です。自衛隊が存在する目的についての質問でも災害派遣は最も大きな理由とされています。災害派遣活動は自衛隊の重要な役割の一つであり、最近の災害派遣活動が国民に評価されていることの表れでもあります。しかし自衛隊には主たる役割として国の安全の確保があります。この国の安全の確保という意識は普段の生活の中で身近に捉えにくいことも確かですが、だからこそ平和の大切さを考え、自衛隊の役割を正しく理解することが望まれるのではないでしょうか。毎日繰り返される厳しい訓練の先に見据えるもの、そして自衛隊の真の役割とは一体何なのでしょう。冷戦終結に伴い世界的な規模の武力紛争が起こる可能性は遠のきました。しかし東西冷戦の下で抑えられてきた宗教上や民族上の問題などに起因する諸事の対立が表面化し、複雑で多様な地域紛争が各地で発生しています。同時に冷戦時代には厳しく管理されていた大量破壊兵器や弾道ミサイルなど運搬手段を含む兵器の紛争地域やその要因を潜在的に抱える地域への移転拡散という問題を世界は抱えることになりました。このように国際情勢は依然として不透明、不確実な要素をはらんでいると言えます。1998年8月31日、私たちが住む日本の周辺も決して安定した安全保障環境が確立されているとは言えないことを実感させる出来事が起こりました。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国がテポドン1号を基礎とした弾道ミサイルを発射。その一部は日本の上空を通過して三陸沖の太平洋に落下した可能性が高いとされています。この事件は改めて日本の安全の確保に対する国民の意識を高めることになりました。日本の周辺アジア太平洋地域に目を向けてみましょう。この地域は極東ロシア軍の量的削減などの変化が見られるものの、依然として核戦力を含む大規模な軍事力が存在しています。朝鮮半島における韓国と北朝鮮を合わせて150万人程度の地上軍が非武装地帯を挟んで対峙する状況、未解決なまま存在している領土問題など、不透明、不確実な要素を抱えた地域なのです。この地域ではアメリカ軍の存在が平和と安定に重要な役割を果たしていますが、日本は日米安全保障体制を堅持してアメリカと緊密に協力し合っています。これにより日本の安全はもとよりアジア太平洋地域の平和と安定に大きく寄与しているのです。では次に日本の防衛努力と日米安全保障体制について見ていきましょう。日本を取り巻く国際的な情勢の中にあって、自衛隊は国の安全の確保を最大の目的に様々な活動を行っています。平和や安全を確保するため
日本は国際政治の安定を確保するための外交努力や内政の安定による安全保障基盤の確立など適切な手段を講じていかなければなりません。しかしこれらの努力だけでは外国からの武力を使っての侵略を未然に防止できず、万が一侵略を受けた場合にそれを排除することができません。そのため日本は自らの防衛努力と日米安全保障体制の堅持により隙のない防衛体制を保持することとしています。その基本的な防衛政策は専守防衛、軍事大国にならないこと、非核三原則の堅持、そして文民統制、シビリアンコントロールの確保です。これらに基づき節度ある防衛力を整備し、日本の平和と安全を確保するためには国民一人一人も日本の防衛に対する深い関心を持ち続けることが大切です。平成7年に策定された日本の新たな防衛力の在り方を示す防衛計画の大綱では、防衛力の役割として3つの役割が明記されています。日本の防衛において日米安全保障体制は大きな意味を持っています。日本とアメリカは自由、民主主義、人権の尊重といった基本的な価値観を共有しています。強大な軍事力を有するアメリカとの同盟関係による抑止力と日本の適切な防衛力を合わせることで日本の安全を確保するとともに、アジア太平洋地域における平和と安定の確保にも役立ててきました。日米両国は日本に対して武力攻撃が行われた場合の対処行動についての基本的な事項などを示した日米防衛協力のための指針を昭和53年に策定しました。しかし冷戦終結による国際情勢の変化などに対応するため、平成8年4月の日米安全保障共同宣言において日米安全保障体制の信頼性の向上を目指し、指針の見直しが合意され、見直し作業が開始されました。平成9年9月に日米安全保障協議委員会において了承された新指針では、平素から行う協力、日本に対する武力攻撃に際しての対処行動など、日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合、周辺事態の協力という3つの分野における日米両国の役割並びに協力及び調整の在り方についての方向性などが示されています。政府は新指針の実効性を確保するための閣議決定を踏まえ、平成10年4月、周辺事態安全確保法案等を国会に提出しました。一方、現在もそれぞれの戦術技量を向上させ、日本有事における日米共同対処行動を円滑に行うことを目的に日米共同訓練が実施されています。こうした共同訓練を通して自衛隊とアメリカ軍の間で戦術面などにおける相互理解と意思疎通を促進します。同時にインターオペラビリティ、すなわち戦術装備後方支援などに関する共通性や両用性の確保などの向上も図られるのです。自衛隊は日本の安全の確保に向けて様々な防衛努力を行っています。その一方で防衛大綱に示された新たな体制への移行へ向けて防衛力の具体的内容について見直しを行っています。自衛隊は合理化、効率化、コンパクト化を一層進めています。また従来の予備自衛官制度に加えて即応予備自衛官制度を導入し、体制の整備を推進しています。即応予備自衛官は従来の予備自衛官と比べより高い練度と即応性を持って活動します。防衛出動のほか治安出動、災害派遣などの際に招集され、自衛官としてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊で勤務することになります。即応予備自衛官には従来の予備自衛官より長期間の訓練が必要となります。平成10年4月、福岡駐屯地において初の即応予備自衛官招集訓練が行われました。陸上、海上、航空の各自衛隊でも日本の安全の確保を目指した活動が行われています。陸上自衛隊は侵略から領土、国民を直接防衛して侵攻部隊を実力を持って排除する最終的な役割を有します。日本に侵攻しようとする敵航空機や艦隊に対し、陸上自衛隊は海上自衛隊や航空自衛隊と協力して努めて洋上で撃破し、その侵攻意図を断念させるか侵攻勢力を排除します。万が一着上陸を許した場合は努めて前方で強靭な戦闘を継続し侵攻部隊を撃破します。
また、このような能力を保持することによって武力による侵略を許さないことが重要なのです。海上自衛隊の主な任務は国土の防衛と日本周辺海域の海上交通の保護です。四方を海に囲まれた日本では海上交通の確保は生命線の確保に直結します。そのために海上自衛隊は敵侵攻部隊を洋上で阻止または撃破する役割を有します。また専守防衛を旨とする日本にとって領域及び周辺海空域における警戒監視及び情報収集は極めて重要です。海上自衛隊はその任務にも当たっています。航空自衛隊は広大な空間を活動の場とし、即応性、機動性、柔軟性に富み、打撃力、突破力、優れた監視能力などを有しています。侵入してくる航空機や海を渡って上陸しようとする外敵に対して主に空において行動し、日本の防衛に当たります。また平時から常に警戒態勢を取り、領空侵犯に対する措置を実施しています。平成10年4月には統合幕僚会議の機能充実のための措置を含む防衛庁設置法等の一部を改正する法律が成立公布されました。また11月には陸海空自衛隊の部隊で構成された統合部隊による初の実動演習が硫黄島で行われました。また近年弾道ミサイルが拡散している状況のもと、弾道ミサイル防衛 BMD は防衛政策上も日米安保体制の運用上も重要な課題であり、政府部内で検討してきましたが、平成11年度より日米共同技術研究を実施することを政府として決定し、そのための予算が計上されました。より安定した安全保障環境の構築への貢献も防衛力の大きな役割として、防衛計画の大綱の中に明記されています。国際平和協力業務に関しては、平成10年2月には第4次派遣輸送隊に引き続き第5次派遣輸送隊、8月には第5次派遣輸送隊に引き続き第6次派遣輸送隊をゴラン高原における国連兵力引き離し監視隊に派遣しています。また11月にはハリケーンにより大きな被害を受けた中米のホンジュラス共和国に国際緊急援助隊として初めて自衛隊を派遣し、約2週間にわたり医療活動などの国際緊急援助活動を実施しました。アジア太平洋地域の安定に関しても関係諸国との安全保障対話や防衛交流を通じて貢献しています。平成10年7月には自衛隊とロシア軍との間の初めての本格的部隊交流として、艦艇航空機による捜索救難活動の共同訓練が行われました。また日本は国連国際機関が行う軍備管理軍縮分野で努力していますが、防衛庁も情報の提供や専門家の派遣などの協力を行っています。大
愛人地雷の禁止に向けて日本は積極的に関与してきました。平成10年9月には対人地雷禁止条約を締結しました。また平成10年7月末から11月初めにかけて、国連イラク特別委員会のバグダッド在住ミサイル監視チームへ技術研究本部の技官1名を派遣しました。大規模災害など各種の事態への対応もまた防衛力の重要な役割です。平成10年度は福島や栃木の水害などで災害派遣が行われました。大規模災害などには自衛隊はその組織、装備、能力を生かして対応してきました。国民の生命と財産の保護を目的に貢献してきましたが、今後もこれまでの経験を踏まえ災害への対処能力を向上させるように努めています。今世紀最後の冬季オリンピックとして大きな盛り上がりを見せた長野オリンピック。また続いて行われたパラリンピックのコースや会場作りをはじめ、通信、輸送、医療などさまざまな面で自衛隊はその成功を支えました。このように地道で過酷な作業に従事する自衛官たちを大会関係者や競技者は雪の鉄人と呼びました。最高の称賛の言葉ですが、なかなか辛かったのも事実なのでは。こうした災害派遣や国民的な行事に対する協力を含め、自衛隊は各種の民生協力活動などを通じて国民生活と深く関わっています。その一つとして海上自衛隊砕氷艦しらせにより南極地域観測に対する支援を行っています。その際、平成10年12月には南極の氷海に閉じ込められたオーストラリア観測船を救出しました。自衛隊はまた防衛問題や自衛隊に対する国民の理解や関心を深めてもらうため、地域社会との交流を深めるためのさまざまな活動を行っています。自衛隊音楽祭りや陸海空の合同コンサートなどでは非常にレベルの高い演奏が披露されました。映画撮影協力もまた一般の人々の自衛隊に対する理解と関心を深めてもらう機会の一つです。こうした活動を通じ、国民と自衛隊の間に一層の親近感と連帯感が醸成されるように努めています。守らなければならないものがあります。誰かが守らなければならない未来があります。私たちが享受している平和は、安心できる社会は、決して無償で得られるものではありません。日本の安全を確保するため、世界の中でより安定した安全保障体制を実現するために日本は貢献してきました。そして今日も輝かしく安心できる未来を守るため、自らの任務に打ち込む人たちがいます。